はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は情報サイトのコンピューターミュージックジャパンさんが新しくショップを開いた中で3年間かかって開発したというマテリアルコンプというコンプレッサーを少し試してみましたのでご報告したいと思います。このプラグインは基本的にはコンプレッサーなんですが、ダイナミクスをコントロールするプラグインとしてはプラスにアンプがあったりとか、最後の仕上げをするサーチュレーションがあったりとか、ユニークな作りになっています。開発力はとってもいいんではないかなと感じられる部分がたくさんあります。まずはいつもの楽曲でボーカルのトラックに入れました。オケをちょっと小さめにしながらテストをしてみたいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずは一つ一つの説明から。このコンプレッサーは一番下の方にコンプレッサーモードとプリアンプ、そしてアナログのフレーバーということで、アナログらしいニュアンスがつけれるコントロールの部分、そして最終の4つ目はグルーマジックといって、この会社が独自に開発したいわゆる仕上げ用のいろんなツールが組み込まれています。そして一つ段を上がったところにスペシャルセクションというのがあって、パンチを出したりとかグルーブという機能があったり、そしてあとはイメージャーもついています。下から2段目の4つはコンプレッサーによくあるようにスレッショルドとレシオ、アタックとリリース、こういうセクションになっています。そして右の端の方にオートゲインが、今こう点滅させてますが、オートゲインがあったり、フィードバックでアナログシミュレーションをしたりとか、 MS モードでアウトプットしたり、ステレオモードというようなこんなツールがありまして、その下にはオーバーサンプリングがあります。ただしオーバーサンプリングをアナログフレーバーと一緒に使うとレイテンシーに課題があるので注意が必要というふうにマニュアルではなっています。アナライダー画面の下に5つのカラフルなスライダーがあります。これもとってもよくできていまして、これが2位でこの折れ曲がる角度を調整できます。かなり自由度のある調整です。そしてそのアナライダーをピークで表示するのか RMS で表示するのか、これが選択できます。僕が一番いいなと思ったのが、後で細かくは説明しますけれども、レンジというのがありまして、コンプでリダクションするときに、例えばマイナス6デシベルを狙ってやるんであれば、それを固定にすることができるんですね。これ以上はリダクションをしないというふうにできるので、強い部分をリダクションするときにあまり抑え込まない範囲にできるという、今までコンプレッサーでこういうのがあったのかなかったのか、あまり勉強不足ですけれども、この機能はとってもいいなと思いました。そして紫のスライダーはノイズです。有名な英国コンソールのアナログモデルのノイズをエミュレートしたというふうに記載されています。そしてサイドチェーンのフィルターがあります。低域のところでこのコンプをどの辺のところをかけないか周波数で指定できるようになっています。それではそれぞれの機能について説明に入ります。一番左下はコンプモードです。いわゆるこのソフトの中心になる部分です。ここを押すとこのように6つのコンプレッサーが選択できるようになっています。左上からモダンということで、これはこちらのオリジナルのようです。そして60年 FET と書いてあるのは多分76系じゃないかなと思われます。 VCA とか、そしてこれもまたこちらのマスターバス専用のコンプレッサー、そして光学式真空管、このように6つがあります。じゃあ切り替えながら少し聞いてみたいと思います。まずはモダンから。あなたがいたあの頃、まだ子供だったあの頃を、あの頃を決して
忘れはしません。教えてくれたあの遊び、握ってくれた温かいあの手を決して。次のセクションはプリアンプのセクションです。このように6つの種類があります。その次がアナログのフレーバー。これもコンソールのアナログ感をエミュレートしています。いろんなタイプのアナログフレーバーがあります。そしてフレーバーをつけないバイパスというのも選択できます。次はグルーマジックという仕上げ用のモードです。これも全部で5つのエミュレートがあります。そしてそのエミュレートのミックス度合い、それをここで選択できるようになっています。プリアンプの方もミックスがあり、ここで調整することができます。コンプレッサーのスレッショルド、レシオ、アタック、リリースは後で音を鳴らしながらやっていきたいと思います。それではこれで音を鳴らしながらテストをしていきたいと思います。コンプレッサーのモードは6種類あるんですけれども、まずは76系の FET コンプでやってみたいと思います。教えてくれたあの遊び、アナライダーが分かりやすいので、どこまでスレッショルドを下げればいいかがよく分かります。あの手を消して、忘れはしません。あなたが上の赤いラインがリラクションの量です。まだ子供、レシオを動かしてみます。あの頃を消して、忘れはしません。教えてくれたあの遊び、握りレシオは20対1まで設定ができます。あの手を消して、忘れはしません。ボーカルですのでアタックを少しだけ遅めにして、そしてまだ子供だったあの頃を、リリースは少し早めにしておきます。消して忘れはしません。ここでプリアンプを入れますので、ミックスを一応 100% にしておきます。教えてくれた順番に切り替えていきます。握ってくれた温かい、次あの手を消して、こんな面白いアンプもあります。忘れはしません。あなたがいたあの頃、まだ子供だったあの頃を、あの頃を消して、忘れはしません。その次はアナログのフレーバーを足します。教えてくれたあの遊び、握ってくれた温かいあの手を消して、忘れはしません。あなたがいたあの頃、まだ子供だった。これはあまりわからないですね。頃を、
あの頃は決して次は仕上げのグルーマジックです。忘れはしません。これもミックスは100にしておきます。教えてくれたあの遊び握ってくれた温かいあの手を決して忘れはしません。まだ子供。次はパンチを上げていきます。あの頃をあの頃を決して忘れはしません。教えてくれたあの遊び次はグルーヴ握ってくれた温かいあの手をこれはよくわかりますね。してまだ子供次は2だったあの頃をあの頃を決して次は忘れはこれが僕は一番気に入ってるんですけれどもレンジです。教えてくれたあの遊び握ってくれた温かいあの手を決して忘れはしません。あなたがいた見てみてください。このようにリダクションの頭がまっすぐになっていますね。あの頃をあの頃を決してこの機能はちょっと面白いと思いました。ノイズ教えてくれたあの遊び握ってホワイトノイズのようなノイズが少し入ります。あの手を決してこのサイドチェーンフィルターの方は多分低域があまりないのでよくわからないはずです。忘れはしません。でも500ぐらいに行くと分かりますね。教えてくれたあの遊び握ってくれた温かい画面の左の方にアイコンを持っていくとこのようなサークルが見えます。これはまずは下の忘れはしません。色が変わります。あなたがいたあの頃。そしてその下のサークルがリダクションの今ピンク色になっているところの色です。あの頃を決して忘れはしません。自分の好みの色にできるということです。教えてくれたあの遊びオートゲインを押してみます。くれた温かいあの手をそして、まあ、インの量とかはこのメーターの横の三角で変更できます。あなたがいたあの頃まだ子供だったあのアウトはこちらです。あの頃を決して
忘れはしません。教えてくれたあの遊び、握ってくれたプリセットがたくさんあります。あの手を消して、忘れはしません。あえてボーカルの男性にしてみます。あの頃まだ子供だったあの頃を、あの頃を消して。今選んでるのはボーカルのポップスです。忘れはしません。教えてくれたあの遊び、握ってくれた温かいあの手を消して。この状態でコンプのモードを変えてみます。忘れはしません。あなたがいたあの頃、まだ子供だったあの頃を、あの頃を消して。忘れはしません。教えてくれたあの遊び、握ってくれた温かい、バイパスします。あの手を忘れはしません。あなたがいたあの頃、まだ子供だったあの頃を、あの頃を消して。弦を揃えてもう一度やってみます。忘れはしません。教えてくれたあの遊び、握って。先ほどテストをしなかったイメージャーのテストをするためにマスターに挿した方をちょっと鳴らしてみます。そしてもう少しオケを上げておきます。して忘れはしません。教えてくれたあの遊び。ワイドの方は案外自然なワイド感がありますね。今日は使い方のみにしておきます。コンプなどもみんな好き好き、そして使い方にもよりますので、音質の方は気に入るかどうかというのは試してみてください。